はい、どうも、ニコラシメンです。今回はね、このドラクエモンスターズ3、G クラスで優勝した木村拓哉じゃない、やっていきたいと思います。この前 G クラスで優勝したんでね、今回 F の方へ挑んでいこうかなって思います。かわいいモンスター縛りでやってます。対する相手は、見かけは淑女、バトルは野生的、レディー・アウレリア。なんちゅう女や。うわ、すごそう。うわ、なんか毒々しいな。ベビーパンサーとか可愛いの使ってる。可愛い縛り言うてもね、スライム系って大体可愛いから、なんかスライム系が多くなりそうよね、これからね。あ、ちょ、やばい、強い、強いかも。え、結構強い。やばい、やばい、やばい。結構強いかも。え、これ、1回戦でこれ？結構強いかも。ギラがね、なんか序盤で攻撃してくれたら、ザバと、あ、よっ、OKOKOK、2体倒してくれ。いや、これ、やばい、いい勝負やな、意外と。メラ弱すぎ。やばい、スライムがザコいわ。やばい、強い強い、プチャーノ死ぬ。ガンガン行こうぜじゃやばいかもな。さあ、ザバで、いけるか？よし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 。なかなかやったな。これ結構死んでまうかもしれへん。モンスターマスター界のボーサー卓球だ。言いすぎ。それ言いすぎやから。極東から来た暴れ狼、ランランハオ。奴の刃は雷製だ。なんかさっきからキャラ濃いな、出てくるやつ。うわ、ドロン、うわ、なんか強そう。一番右のやつとか、めっちゃ仲間にしたいけどさ、可愛くないな、あれ。可愛くないから仲間にできへんわ。闇縛り。これ新しいモンスターじゃない？見たことないで、俺。闇縛り。さあ、先制は取れるね、今回。分散するの良くないな。うわ、強いわ、闇縛り。うわ、スカラまずいぞ。いや、強い、強い。あ、ジバリア。何これ。うわー、これあれ、行動後にダメージ食らうみたいなやつやんな。いや、結構やばいかも。オッケーオッケー、ドローンウーバー倒せる。あ、やばい、強い。やばい、やばい、スラチョ、スラチョ。いや、いっぱい、一体倒せ。いやー、きつすぎ。あー、やばい。よ、耐えた、耐えた、耐えた。やばすぎ。待って待って、やばい、やばい、マジでやばい、マジでやばい。めっちゃいい勝負してる。よし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 。あと一体、あと一体。耐えた。よし。え、次でやんな。次で、最終戦やんな。え、なんかアナウンサー変わった？ G クラスの時こんな盛り上がってなかったよな。こいつのパワーは無尽蔵なのか。最後の相手は、時代が生んだ突然変。ハイテンションおしゃべり怪獣、ギューギューモー。ハイテンションおしゃべり怪獣は真ん中の方が強いタイプやな、これ。これスラッチをさ、命大事にとかにした方がいいかもな。メラもその、L サイズの方が能力が高いですが、パーティー編成に必要な枠数が増えます。なるほど。あれか、S、あ、このなんかずっと気になってたわ。このモンスターのところの S マークあるやん。あれちょっと気になってて、スモールの S ね。スラッチはちょっと命大事ににしようかな。命大事に。で、あとはまあガンガン行こうぜで行きます。毒の息。よしよしよし。あ、毒。いや、2回攻撃ね。魔法トーン。え、これまずい。よし。ああ、え、命大事なのにプチアーノにホイミしてくれへんの？うわ、攻撃しか出せへんくなった。魔法トーンがやべえわ。まあ、とりあえず両サイド火の息、これまずいじゃない？オッケーオッケー。弱点ないやつおらんね。幸い。いや、3回攻撃。3回攻撃。オッケー、ナイス。いいね、いいね、いいね。オッケー、いいよ。いや、そっちにドルマか。痛い。ザバ。オッケー、そっち。やばい。うわー、全員ドクったし、最悪。うわ、やばすぎ。やばすぎ、あ、ドラキ死ぬ。うわ、ぶれ。ホイミ。自分にすんだよ。自分にすんだって。いや、死んでくれ。うわー、やばい。まずいまずいまずい。いや、そっちにザバしてほしくないな。これ終わったかもな、これ。うわー、やばい。やばすぎ。うわ、やばすぎ。やばすぎ。うわ、やばすぎ。あ、やばすぎ。オッケー、ナイス。お前の役目はホイミするだけやからな。いや、でも魔法トーンやもんな、これ。魔法トーンされてるもんな。意味ない。ど、あ、これ終わったわ。やば。3回攻撃やめて。オッケーオッケーオッケー。よくギラ使える。あー、無理だ。いやー、やば、強っ。
うん、倒した。ワンチャンあるかも。うわー、毒やったー。でもちょっとレベル上げするか、ちょっと。いいよ。さあ、いいねー。いいね、スラッチョレベルアップ。あ、ドラちゃんレベルアップ。お、いいね。おい、一通りレベル上げだから。じゃあ、F、行きましょうか。さすがにいける。全員レベル7にしてきたで、だって。ただその、花巻ドラゴが、魔法トーン食らわんかったら、まあ、勝てるやろうけどって感じよね。ここよ。いや、両サイドまず倒してほしいんやけどな。これな、選べへんのよな、対象モンスターを。誰を倒す、誰から倒せみたいな。あ、いいね、最初。いいよ、いいよ。魔法トーンしてくんの誰やっけ？笑い袋か。シャドウ。いや、これ、そんなんやろ。いや、結構、え、2回攻撃？え、クソ強ない？あ、そんなもん2回攻撃じゃないか。さっき、ピルズナンがシャドウして、笑い袋が目出したんか。うわー、やばい。毒食らいすぎやな。いいよ、2回行動。いいねー。あ、今回勝てるんちゃう？ほいみ、ナイス。31回復量もえぐい。いいよ。さあ、ザバどんぐらい？ 27。 あ、これいったっしょ、さすがに。いや、レベル7までいったらな、さすがに。いや、痛くねえわ、火の息も。いいよ、いいよ。さあ、ドルまで。もうバラがいく。ああ、まあホイミ使えるし、まあ勝てるはずやけどな。オッケーオッケー、ナイス。強えわ、やっぱ呪文強えな。クラスを勝ち抜いたのは沈黙の凄腕マスター。皆様、木村拓哉。これでなんか旅の扉行けるとこ増えるとかあるのかな。え、はい、さあ、何、さっき条約さやったもんね、 G ランクのやつは。なんやろ。魔物の餌か。まあまあまあ嬉しいかな。優勝も夢じゃないかもね。これからも期待してるわ。おばはんに言われても別に嬉しないな。あんなハート持って出されても別に嬉しないな。おばはん、な、誰名乗れ。おやおや、警戒しちゃったかにゃ。あちは怪しいにゃんこじゃないよ。あち、あちのにゃはにゃーゼル。あちのにゃは魔界闘技協会の案内人だにゃ。おー、魔界闘技協会。レベルの低い大会で本当に満足にゃ。え？魔界の闘技場エクサアリーナならもっとレベルの高い戦いができる。楽しみやな。どうにゃどうにゃ、あなたもエクサアリーナに出てみにゃい。あなたって、あの言い方がイワンコフのバターシーみたいな感じやお前。バナータバターシーやお前。何？これはトラベライト。エルフが作ったんよ。どうにかすると教えてくれ。その内容を教えてくれ。まあまあまあ、一旦な。あなたの村にはエルフが一人いるにゃ。おう、知っとるん。占い知ってきるってことお前。あの子が知ってるはずだから聞いてみるといいにゃ。ではでは、魔界でお待ちしてるにゃ。ずっとついてきとったってこと？俺の後ろ見てたってこと？なんで知ってんのこいつ。さあ来ましたよ。おはようございます。バトル大会 F クラス制覇しましたよ。トラベライト、うん、伝説の魔石、これを使って魔界に来いと。わかりました。ならば私の疲れで魔界への扉を開いてみせましょう。これよりエルフに代々伝わる舞を踊ります。見ていてください。あ、無料で見させてもらえるんですね。久しぶりだからうまくできるかしら。ただで舞見れるってな、ええな。
おお。いいな、引きのグーンってやつにな。色変わった。これで開けるん。すごい舞やな。日の神神楽的な感じなんかな。これでずっと開きっぱなしになるってこと。ここでどこ行った。大丈夫か。外を見てください。どうした。星か。星が綺麗ですねって。いや、何があんねや。これが魔界への扉を開くトラベライトの力。故郷の伝承の通りだわ。何、空が変わってんの。ちょ、意識も俺わからへんねん。ごめんな、許してくれ。私、あなたのお役に立てましたか。うん、あのごめんな、あの意識もやからごめん、わからんかったけど。トラベライトは他にも種類があるので、うん、あ、そうなんや。いろいろな魔界に。あ、それはいい情報よ。人間界ではあなたの言いつけ通りおとなしくしてました。はい。でも魔界ならエルフを狙う人間も。あ、ほんまに。じゃあ魔界散歩しよう一緒に。私も一緒に行かせてください。行こう行こう行こう。嬉しい、ありがとうございます。ああ、危ねえ。ほぼ行きかけた。危ねえ。一番かわいい。一番かわいい、お前が。魔法陣の上のトラベライトから戻れます。では、早速魔界に行きましょう。はい。もう行きたくてうずうずするわ、もう。あなたの目的は、エクサ、早速行ってみ。はい。かわいい。骸骨。普通の骸骨。こいつらはかわいくないんで殺します。あ、いいね。44。熱っ。あ、こいつはかわいい。シールド小僧だ。わ、歩き方かわいい。ちょこ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 って。ちょこちょこって、かわいい。よっしゃー。膝小僧でいきます。え？あ、雑魚があかんの。膝小僧でいきます。お、お化けキノコや。こいつは可愛くないな。お化け小僧結構強いな。あ、お化けキノコ。え、でも経験値美味しくないわ。え、え、いらん、いらん、いらん、いらないです。ごめんなさい、可愛くないんでいらないです。さよなら。はい、ごめんなさい。丈夫やな、これ。すごいぞ、これ。さあ、来ましたよ。なんちゃらかんちゃらっていう闘技場。うわ、ダークスライム。可愛い。うわぁ。なんか、バキの地下闘技場みたい。地面の感じ。あー、なるほど。このエリアなら、Gクラス優勝で名が上がる。優勝すれば、あー、豪華景品も手に入る。オッケー。出場するか。 Gクラス行きます。ん？お前がモンスターマスター？あ、お前があれか。うわ、可愛くな。うわー、可愛い。雪だるま可愛い。雪だるまのやつ、あれ新モンスターじゃない？やっちまえ、ほい。さあ、これで終わりちゃおう。よーし。スノームかわいい。スノーム早く捕まえたいな。ドルスボーイ。ゾンビクラッシャー。こんなところにおっていいん？ゾンビクラッシャーなのにゾンビめっちゃ使ってるやん。骨ばっかやん。ゾンビクラッシャーやのに。仲間のことをクラッシュしてまうんじゃない？大丈夫な？お次の相手は攻撃呪文すべてリランチ。うわ、マジ？鉄壁の計算モンスターマスピー。鉄壁やってさ。うわ、硬そう。ランタン小僧がちょっと可愛いかな。うん、こん中やったら。あ、まあ、呪文は効くやつもおるか。あいつは守備が硬いパターンね。オッケーオッケー、いいよ。
安定はしてるよね普通に。あ、ランタン小僧が呪文に強い感じか。硬っ、いやいや体力高っ。オッケー、ナイス、回復ナイスよ。いい感じいい感じ、オッケーいい感じ。意外と呪文効いてるやん。いけるいける。なに、メダパに、いやナイス、怖っ。ナイスナイス、回復がいいね、安定してるね。よしよしよし、いいよ、でかい。よし、もうこれいったっしょ。結構どう、さっきの何、さっきのエフェクト何、呪い攻撃みたいな。おっと、謎のベールに包まれた魔族マスター X。 お、かわいい。 お前強いんだな。これは G クラス優勝の賞品だぜ。なんや、木のトラベル、あ、なるほど。って次中級か、次のここじゃないところに行けるところってことやんな。にゃーん、優勝おめでとうにゃー。これであなたの、あなたこのエリアに知れ渡ったにゃ。お前が一番癖強いな。ずーっと魔物が仲間になりやすくなるにゃよ。やった、商品でもらった二つ目のトラベライト。あ、新たな魔界ね。新たな魔界に行けるようになりますね。よーし、光にゃ。新しい魔界にはここより強い魔物がいっぱいいるにゃ。ほげー、楽しみやな。塔に戻って。じゃあ配合まだなのかな。行ってみましょう。うん、うわ、来た。ひとまずは順調。こいつ幹部やんな。しかし不王の玉座はまだまだ遠い。お前味方か、もしかして。もっと強くなるのです。いやでも敵っぽいな、笑い方。サポートしてくれるんかなと思ったけど。じゃあまあキリもいいんで、ここで一旦終わろうかなって思いますわ。はい、じゃあこれで失礼します。